俺の名前は山崎恭介。そこら辺にいる普通の22歳だ。唯一の特技としては日々トレーニングをしているということだけだ。しかし筋トレ好きな俺に一つ大きな悩みがあった。そう、それは1212。そう、俺の悩みとは全く筋肉がつかないことであった。しかしそんな時、ある一人の男と出会い、こんな薬をもらうことになった。この薬を飲むと一気に体がムキムキになりますよ。しかし飲みすぎにはご注意を。そしてこの怪しげな液体をもらった。そしてその日から俺はこのステロイドというものを注射で打ち込むことにした。するとみるみる体がこんなにもでかくなってしまった。俺は喜んだ。とことん喜んだ。よし、この調子でもっともっと使って、たくさん使ってでっかくなるぞ。しかし使い続けているうちに体にいろいろと変化が起きてきた。鼻血が急に出ることもあれば、急に頭がはげ出すこともあれば、夜泣き出すこともあった。日々体調不良に悩まされていた。それでも俺は薬を使い続け、ついに最悪の被害が俺の身を襲った。そう、それはガイノという乳首が女の子みたいになってしまうことだった。なんで俺はこんなことになっちゃったんだよ。くそ、悔しい悔しい。なんで俺だけこんな目に。俺は心の中で深く後悔した。そして俺はどん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 自分にもイラつき始めて、周りに危害を与えるようにもなってしまった。えい、このクソドカッパキッカッ、うわぁ。こういう風に薬を使ったことによる副作用、ロイドレイジという気が強くなってしまって、人に対して暴力的になってしまうことも副作用の一つである。こうして俺は暴行罪で訴えられ逮捕されてしまった。クソ、何やってんだよ俺は。そうだ、元はといえばあんな男に出会わなければ。クソ、私のことを呼びましたかね。おい、お前のせいで体がこんな風になっちまったんだよ。なんとかしてくれよ。ほほほほほほ、私は君に使いすぎてはいけないと言ったはずですよ。じゃあ、あなたを元の姿に戻してあげましょう。ダーキャー、ブヒ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 。ふふふ、強力な薬も使い方を誤れば一気に人生堕落ですね。皆さんもくれぐれも使い方にはご注意を。